皆さんこんにちは、えー、レック東京リーガルマインド専任講師弁護士の竹山茂樹です本日は司法試験予備試験とはどんな試験なのか、えー、これを少し解説していきたいと思います、まあ、予備試験って聞いたことないって方もいらっしゃるかもしれないでも司法試験ついてるから、まあ、司法試験に関連してるんだなとはなんとなく想像つきますよねじゃあまず司法試験から見ていきましょう司法試験これはご存知の方多い司法試験っていうのは当然放送 これは弁護士とか裁判官とか検察官ですね。この3つになるための試験。えー、これが司法試験です。まあ難しいんだってよく言われてますけど、なんとこの司法試験を受けるためには実は資格がいるんですね。じゃあ司法試験を受けるための資格っていうのはどんなものがあるんでしょうか ?2 つあります。1つ目は司法試験を受けるための資格。ロースクール。これを終了する。 ローースクール終了すするると司法試験が受けられるようになりますただロースクールというものは大学院ですここに書いてる通り大学院なので大学をまず卒業しなければならない普通はね、あのー、飛び級みたいなのある場合がありますけど普通は大学卒業後ですそして最低2年間は通わなければなりません当然学費がかかります さらに、まあ、夜間のロースクールというのもごくまれにあるんですけど基本的にはロースクール大学院なんで昼間ですなので昼仕事している方は仕事との両立は困難になってしまいますただしもう一つ道があるんですねそれがこの ② 番司法試験,予備試験にはつまり予備試験というものは司法試験を受けられるようになる資格試験なんですね もう資格資格だらけで嫌になってしまうんですけどまあそれぐらいね放送っていうのは専門性が求められるのである意味仕方ないでこの司法試験予備試験の特徴としてはまず受験資格がありません今ね高校生も受かってるんですよすごい時代ですよねそして試験一発勝負です極端な話試験の日程さえ確保できれば仕事との両立は可能です ただし2年間のロースクールをパスできるわけですから当然ロースクールに入るよりは予備試験難しいとされていますし実際に難しいと私も思いますじゃあ予備試験の日程と受験科目を見ていきましょう予備試験は3段階に分かれますまず5月の日曜日1日で担当式試験が行われますこれはマークシートの試験です で民法なんかはまさに5つの選択肢の中から正しいものを1つ選んでくださいそんな問題なんですが憲法や行政法なんかはね選択肢が9つあったりして結構大変なんですけどこの担当式試験が行われます科目は憲法行政法民法商法民事訴訟法刑法刑事訴訟法という法律これ7つありますよねこれぜひ覚えておいてください7つを集めて7法と呼びますあとは一般教養科目になります で7月の土日2日2間をかけて論文式試験が行われますこれも憲法行政法民法商法民事訴訟法刑法刑事訴訟法この7法基本的な7つの法律と一般教養科目とあとですね民事実務刑事実務科目というものもありますで民事実務刑事実務っていうのはこれは法律の延長線上です民法とかもうちょっと民事裁判に即して聞いていくような試験で法律の試験だと思ってください で論文式試験も合格すると最後10月の平日1から2日間で口述試験が行われますこれは民事実務と刑事実務の2科目になりますでこれ面接じゃなくて口頭諮問っていって、えー、法律の中身を口で聞かれます、えー、例えば X さんは東京に住んでる Y さんは沖縄に住んでる X さんが裁判を起こすときには東京の裁判所なのか沖縄の裁判所なのか これ口頭で言ってるから伝わらないにくいかもしれないけどどこで裁判を起こすかってすごい重要な問題ですよねだって東京の人が沖縄で裁判をやるには那覇地方裁判所まで羽田空港に行って飛行機でビューンって飛んでいかなきゃいけない交通費もかかるし時間もかかる管轄っていうんですけど実務上非常に重要な問題ですよろしいでしょうか受験科目非常に多いんですけどまずはこの7つの法律 憲法、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 行政法民法商法民事訴訟法刑法刑事訴訴訟訟刑刑これをしっかりやることにつきます。で予備試験の合格率何ぐらいなんでしょうかでこれデータをお見せするより計算方法をお見せした方が分かりやすいと思うのでここで概算をしてみましょう1万人受けると仮定します予備試験の受験生大体いい合ってますだいたい1万人ぐらいです。 で担当式試験で1万人が20%に絞られます。だから2000人。で論文式試験でこの2000人がさらに20%に絞られて400人。口述試験はあまり落ちません。95%ぐらい受かって3 8 2人。これが予備試験の合格率だいたい4割弱。これを高いと見るか低いと見るかそれは人それぞれでしょう。しかしながら私がお伝えしたい第一のポイント。担当式試験は 誰でも受けられるおそらく記念受験の人もいるでしょう何も法律勉強してないんだけど受けてみたいそういったニーズもあるかもしれませんあとは学習が不十分な方もいらっしゃるでしょうその中で2割に入る結構大変ですけどできなくはありません問題は論文式試験この論文を受ける2,000人は担当式試験を突破したすなわち法律をそれなりには知っているそうです ここに書いてある通り論文式試験は猛者が集まっていますその猛者の2000人の中から20%に入るこれは結構大変ですですので予備試験論文が勝負だと考えてくださいそしてこの論文式試験の20%に入るかどうかこれが勝負になりますなので結論から言います記念受験組もいるので 3. 何という合格率これ見かけるよりはもうちょっと実質は高い ただし論文式試験の20%は本当に難しいんだえそういうイメージですあとは論文がとにかく大事このイメージはつけておいてくださいで予備試験標準的な学習期間はどれくらいか、まあ、以前に予備試験とか司法試験の勉強していた方は別として基本的には2年これが標準的学習期間ですただ2年というのも仕事しながらでも可能です学生やりながらでも可能ですただ仕事や 学業以外の時間は全て予備試験の学習に突っ込んで2年ということになります。で大体1年目は7法のインプット、まあ、7法の精度を覚えていったりするで徐々に問題演習をしていく2年目は7法のアウトプット問題演習を中心に、まあ、忘れているところの知識を補充するえこんなコースになっていきます。で具体的な学習法はどうするかえこれは別の動画でお会いしましょう。 今回の動画は予備試験の制度の概要でした。ご清聴ありがとうございました。